ってた映ってた、ああどうしたらいいんだろう、ああいや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 これ普通に美味しい、絶対モニターって絶対モニの下感ないっすよ、これインサート、インサート、インサートえ、超美味しそうじゃないですか、油がめっちゃ乗ってそんな感じします、ね、いや、そうっすね、そうっすね、明かりが明かりが、照明さんが入る、照明さんが入る、照明画面に入っちゃダメでしょいただきます、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、食材を食材で例えて本当申し訳ないんですけど、めっちゃいいイカみたいです。イカ？食感が。いやいや、ちょっと食べて食べて。歯ごたえなんかね、サクッスッてスッて入っていくの。でも僕あのワニタンじゃないワニ食べたことあるんですか。その時は豚肉でした。ああ。トントロみたいな感じでした。トントロ。ああ。実際どうですか。めっちゃいいイカやっぱイカなんだ、危険変えないんだ、食べてください、食べてください、いや、爬虫類なんか食ったことないですからね、そうっすよね、そうっすよね、しかもこう、ベロの部分でしょ、そうっす、そうっす、じゃあいただきたいと思います、行きましょう、行きましょう食べろよ、食べるの下手くそなんですよ、下手すぎだろ、いただきます、はい、どう、柔らか、柔らかいでしょ、めっちゃいいイカ、ほら、来た食べたことあるよ、トントロなんだよ、ワニの肉って、どう考えても見た目全然もうこれ豚肉、豚肉トントロ、トントロ、ね、いただきます、イカだね、ごめんなさい、イカです、いや、あんだけ言ってたじゃないですか、完全にイカです、いや、完全に、完全にイカだよ、イカじゃないですか、間違えてる、店員さん間違えてます、イカはこっち、イカこっちか、もう結構ゲテモノ食べてる動画で、そうだね、もうワニと舌を絡め合うことができるんでしょう、何そこに嬉しさを感じてんの、やかましいわ、スパイシーすぎるだろ、じゃあいただきます、あこれはイカ、ぜひ六本木の玉金へ、玉金、玉金だよ、大丈夫、何焦ってんの、玉金だよね、大丈夫、何焦ってんの、マジ俺間違ってない、俺なんか変なこと言ってないよね、何焦ってんだよ、玉金だよね、玉金、名前ですか、六本木の玉金へ、なんでちょっと何なでするみたいな。